この作品を通じて私たち踊り子にとって唯一無二の大切な時間や空間であるよさこい祭りへの熱い思いを表現するとともに、10年分の感謝の気持ちが見てくださる方に伝われば幸いです。高鳴ったの掛け声とともにぜひ一緒にお楽しみください。演舞の注目ポイントは、なるたかの演舞はお客さんと一緒に作り上げる演舞です。曲の終盤には高鳴ったの掛け声に合わせてタオルを回す振りがあるので、お手持ちのタオルやうちわなど手に取ってぜひ作品に加わってください。それではなるたかの皆さんです。お願いします。ただいまご紹介いただきました、なるたかと申します。宇都宮の皆様、お元気でしょうか。司会の方から5分ほど巻いているので、たくさん喋ってくれとお話だったので、少しお時間いただきたいと思います。今ご紹介いただきました通りですね、なるたか今年10年目を迎えたんですけれども、北関東にやってきて踊るのは初めて、今日初めてとなっております。皆様の前で踊れること本当に嬉しく思っております。第1回宇都宮よさこい開催、本当におめでとうございます。来年以降もですね、このお祭りが続いていくように、我々も花を添えられるように精一杯踊っていきたいと思います。皆さん、よさこいルールが3つあるんですけれども、ご存知でしょうか。手に鳴子を持っていること、そしてよさこい節というですね、高知の民謡を曲に入れること、そしてもう一つがですね、前に進みながら踊るというのが、本場高知では、ルールとして、取り上げられています。今日、宇都宮よさこいはステージの演舞ですが、少しだけ前に進むところをご披露したいなと思っておりますので、その辺も楽しんでいただければと思います。最後、なるたかはですね、曲の最後に高鳴ったという掛け声がありますので、ぜひ皆さんも一緒に、タオルやうちわで応援お願いします。そろそろ大丈夫そうでしょうか。はい、それではご披露いたします。心踊ればユートピア。情熱に身を焦がして、